ホバート国際空港は、オーストラリア連邦タスマニア州の州と、ホバート随一の旅客、貨物空港である。ホバート東方2 0トルのケンブリッジに位置する。同空港は1956年、近隣のケンブリッジ飛行場に代わって、州の随一の空港として開港した。それ以来数々の改装を重ね、滑走路の延伸、新ターミナルビルディングの建造、 1986年の国際線ターミナルビルディングのオープンを行った。1988年度空港は民営化され、ホバート国際空港株式会社が所有している。2004年国内線ターミナルと駐車場の再開発が行われ、増加する州への観光客に対応することとなっている。全国的な航空会社、カンタス航空、バージンブルー、 ジェットスタータイガーエアウェイズオーストラリアが直行便をメルボルン、シドニー、ブリスベン、キャンベラとの間に運行している。2010年12月現在では新しくゴールドコーストへ就航した。1980年代ライド空港には定期国際旅客船は就航していないが、ホバート国際空港の交渉は存続している。時折、 シンガポール航空の国際チャーター便が飛来する。国際線、ターミナルビル、税関、出入国管理施設はその際に使用される。オーストラリア南極局は、同空港と南極大陸の KC 基地間の輸送業務をスカイトレーダーズ社に委託している。公共交通によるアクセスは乗り合い番とタクシーがある。U.B.B. ホバート・エイプ・エンローテ・サプリメント・フロム。 エサーバセス・オーストラリア、エフェクティブ11マール2010、ムーブメンツ・アット・オーストラリアン・エアポーツ。エサーバセス・オーストラリア、2010年11月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年11月30日閲覧。ありがとうございます。